兵庫県の斉藤元彦知事の疑惑を告発する文書を配布し、懲戒処分を受けた元県幹部が死亡した問題で、今日兵庫県議会の百条委員会が開催されました。委員会では死亡した元県幹部が残した斉藤知事の音声データについて調査資料として採用すると決定し、会場で再生されました。また斉藤知事は今日、関係者に特産ワインを要求したとされる自身の疑惑をめぐり、ワインを受け取っていたことを認めましたが、辞職については改めて否定しました。